雷鳴がとどろき雨も降ってる。起きる時間だ。かつてお前は殺人兵器だった。今のお前は抜け殻同然。お前を倒し続ける。何度でも何度でも。未来永劫ゆっくりと苦しみを伴う死。雷鳴がとどろき雨も降ってる。起きる時間だ。俺が去ることはない。お前から離れることはない。分かったら合図しろ。さあ行くんだ。奴らの仕打ちを思い出せ。しっかりしろ。脱獄するんだ。自由のために戦うんだ。看守がポイントだ。あいつを倒せば自由になれる。から遠ざかるたびに必ず後悔するぞ。よく聞け。貴様は絶対に逃げられない。必ずまた独房に連れ戻してやる。楽な道と困難な道、選ぶのは貴様だ。いい選択だ。
なか面白かった。だがそろそろお遊びはやめだ。独房の電気ショックかなり痛いだろう。再起不能にしてやる。Good night.
貴様を粉々にしてやる。立ち直れないように。ならなくなった貴様は独房に舞い戻るだろう。ブラッボー、見事だ。いい戦いだった。初めてじゃないな。舞、いいニュースがある。俺らは自由に一歩近づいた。悪いニュースが聞きたい？まだ先は長いってことだ。心配するな。俺に任せろ。役に立つぞ。
いいか、最後に待ち受けているもの、それは危険を冒してでもやる価値がある。俺らはもう運命共同体だ。先を急ごう。あの遥か彼方にフリーワールドがある。平和と光の世界、風のように自由になれる世界だ。そこに俺らは向かうのだ。道すがら知ってることを教えてやろう。でも全て説明できるわけじゃない。所詮人間がすることだ。牢獄の中の牢獄だ。とても気の利いたトリックだろう。お前とここの囚人には共通点がある。彼女は突如現れた。行く手にあるもの全てを破壊しながら、そしてバーン、囚われてしまった。彼女が逃げ出せないように壁を何層も作った。悲鳴が聞こえない。彼女は壁という壁を何度も何度も破壊しようとした。しかし壁の外にはまた壁ができていた。これで彼女は常軌を逸し、怒り狂った。何でも捕まえてズタズタにしたのだ。今じゃなかなかの看守だ。だろ？でも俺らにはわかる。閉じ込められていると心がめちゃくちゃになるって。そうだろう。だからあそこから抜け出してきたんだ。彼女の物語には終わりがあるが、俺らは違う。
こうなったらもうやめられない。俺たちは
よくやった。苦しみから解放してやったな。ある日彼女は突き破った、狂ったように何かを探して。荒々しい彼女を彼らは理解できなかった。だから檻に放り込まれた。そこにお前がやってきて彼らはエスカレートした。ひどかった。そこからは悪化の一途だ。でも俺らが改善していくんだ。力合わせて。感じるか？まるで夢のようだ。そよ風、静けさ。この場所を飛び立って忘れ去ることができるような気がする。しかしお前には分かっているはずだ。思い通りにはいかないことを。俺たちはここから出られないんだ。本当の世界はここじゃなく、向こう側にあるんだ。老いぼれが近づいてくるだろう。見た目で判断する。タイムマスターと呼ばれている。だがもしも彼が本当にマスターで、これから起こることを予知できたなら、なぜ何も手を打たなかったのか。なぜ止められなかった。少なくとも警告することはできたはず。ところがどうだ、俺たちはここに来る羽目になってしまった。あいつは気にもかけないだろう。気楽なものだ。自らの意志でここに来たのだから。でも俺たちにとってはそんな単純なことじゃない。ここを脱出しようとしているのだから。先に進まなければ彼の道を抜けるんだ。看守がポイントだ。ようこそ客人よ。この日が来るのをずっと待っていた。
私は君の脱出を予言していた。しかし、どこまで来られるかは読めなかった。会えて嬉しい。時間とは永遠に流れゆく概念。君が現れ、すべてが止まったのだ。君が概念を止めた。再び時を進めるため、私はここに戻ってきた。君を殺せないが、ここから今すぐ消し去ることはできる。君を捕まえ送り返す。次の機会まで。君はコントロールできていると思い込んでいる。戦うことを放棄しなさい。それが運命だ。自分との戦いだ。そうだろう。君の未来が見える。君はコントロールできていると思い込んでいる。戦うことを放棄しなさい。それが運命。危険があれば見通しもつく。海に入ったひびが一つ。だが二度目は戻るんだ。無情にも時は流れる。
私もゆっくりしたい。私の空間では私の時間が流れ、君の脱出は失敗に終わる。無情にも時は流れる。運命と向き合う覚悟はいいか。集中し終わらせてしまおう。
最後の貴重な瞬間に喜びを仰げ。見上げるのだ、客人よ。そこに答えがあるはずだ。運命なんてない。道は自分で切り開くんだ。岩の上にいたやつは物知りだったな。なぜお前がここへと送られてきたのかも知っていた。空を見上げよ、太陽黒点を見よとよく言っていた。誰も耳を貸さなかったがね。なあ、考えてもみろよ。何年も続いてきた進化、文化、文明、英知、自然の脅威、それがバーンと一撃で消える。一撃で。探しまくった。回答、答え、あらゆるものを。少しばかりの希望もな。こいつを治せる、あいつを治せるってさ。そうすりゃ俺の計画も完璧になる。だが何にも見つかりゃしなかった。
そりゃ、やめることだってできたさ。くるっと丸めて、あとは泣いて過ごすってな。で、お前を放っておいて干からびさせる。でもそうはしなかった。お前のことはよくわからないんだ。悪い噂はある。俺が見たのはまあいっか。でも俺たちには共通点が一つある。どちらも失うものがないってことだ。ずっとこんなとこに閉じ込められて、まるで抜け殻だ。仕方ないが。あそこの魚面のことだが、あいつはな、気が触れてるんだ。話したいことがあるかどうか。どっちにしろあいつはもう喋れないと思う。もし喋ってもあいつのたわごとなんて無視しとけ。
Ugh.
奴と運命を共にするか、それとも人生は思わぬ方向に向かうか。希望とは不思議なところから湧いてくるものだな。それについてはずっと考えていた。一方では世界の破壊、他方では俺の世界はどうなるんだ。奴らの世界の方が俺の世界より価値があるってか。よし、決めたぜ。俺は自由になる。どんなことをしてでも。難しいのは分かってる。信念を抱くのが難しい時、俺は下界の美しさに思いを馳せる。それで集中できる、頑張れる。お前は捕まり、投獄され、拷問を受けた。そしてついに脱獄した。ところがガーディアンたちが待っていた、エリスグリの先鋭殺人マシンたちがお前をまた投獄するために。なあ、一体どんな気分だ。奴らはお前を殺さなかった、殺せないからだ。殺せるなら間違いなく殺していた、一瞬のうちに。奴らの次の望みはお前をまた鎖につなぐことだ。感じるか、怒りを。ならばその怒りに集中しろ。怒りを増大させるんだ。こいつがお前にしたことをもう少し話しておこう。知っておいた方がいい。引き返すことはできないのだから。そもそもお前を連れてきたのがあいつだ。全てはあいつのせいだ。あいつが奴らにお前を捕まえさせたんだ。何百という奴らに。不公平じゃないか。目には目をだろう。復讐の時が来た。看守がポイントだ。看守を殺せば自由になれる。恐れを知らない者には勇気の意味はわからない。お前の勇気をもらう。
そのために戦っているのだ。お前はただの抜け殻にしか見えないぞ。惨めさ、死、お前は孤独だ。価値あるもののために戦うのだ。そこから得る力を想像できるか。できないだろうな。だからお前の戦いはここで終わるのだ。すでにお前をひざまずかせた人は、またやってやろう。私とお前は比較にもならない。今のうちに諦めるのが身のためだ。大切なことを教えることができた。善が顔を背けず、悪がはびこる。降参しろ、勝てやしない。
ここにあるもの全ては我々が準備し、能力を注いで作り上げた。私は絶対に諦めはしない。賭けの代償が大きすぎる。お前は勝てやしない。お前には守るべきものも戦う理由もない。勝てやしない。お前は孤独だから。そうはさせない。それでも逃げられると思っているのか。私は絶対に諦めはしない。賭けの代償が大きすぎる。勝てやしない。お前は孤独だから。そうはさせない。ああ、すごい戦いだったな。お前はもう先に行け。深く考えるな、あいつらの思うツボだ。
愛のためにすべきこと。上にいるあいつ、傲慢で独りよがりで冷酷、それが彼女だ。全ての始まりは彼女からだった。俺だって閉じ込められたんだ。お前は彼女が仕掛けるショーを見るだろう。高潔で自己犠牲のショーを。でも実際は散らかしたものを片付けようとしているだけなんだ。覚えておけ。彼女は君を混乱させるつもりだ。その声を聞いてはダメだ。心で怒りを感じ、直感を信じろ。ここはお前にふさわしくない。彼女を蹴飛ばしといてくれ。ついてきて。全ては間違いだったのよ。独房、拘束、ガーディアン。でもやり直すことができる。あなたは私の世界に行けないけど、ここで自由になれる。よく見て、ここで暮らせるのよ。すべて面倒を見る。私の世界のことを話しましょう。あなたの世界のことも。ここは楽しめるところよ。ここにいて。ねえ、ここにいて。そんなに急ぐことはないわ。なぜ行ってしまうの？何が不満なの？そそられるだろう。ここにいて、目を閉じて全てを忘れて。だってさ。でもここは本当の世界とは比べ物にならない。ここは俺たちが腐るのを待つだけの豪華な牢獄。俺はまた行きたいね。たとえ1分後に死ぬとしても。どうしても行きたいの。他に選択肢はない。なぜ私を避けるの？どうしてこの条件を飲まないの？あなたは分かっていない。私しかいないのよ。これはあなたが自ら招いた結果よ。そんなに頑固なの？戻ればいいのよ。そうよ、そうしましょう。
戻る。全体、他に私にどうしてほしいの？あなた分かっていない。もたらしたのは破壊だけ。こんなに私を痛めつけるなんて、手段を選ばないつもりね。まで出ていく価値はあるの？こんなにも多くの死を招いても。
までしなきゃいけないなんてひどい人。あなたはとてももう、とても傲慢な人ね。私が間違っていたようね。あなたには鎖と電気ショックがお似合いよ。までしなきゃいけないなんてひどい人。あなたはとてももう、とても傲慢な人ね。このこと、一生悔やむことになるわよ。お前がやれるとは、よくやった。前の戦いの後、躊躇していなかったか？お前ら人間と来たら、なぜ躊躇するのか？理解できん。なかなかだった。期待できる。ああ、お前か。こいつは始末しておいた。苦戦したファイターじゃないからな。でも勝利した。役に立とうと思ってな。お前がずっと戦い続けてきたから。脱出のための俺の貢献ということにしておいてくれ。俺たちはこれまで以上に同志なんだ。牢獄の世界は優れた建築家が全てここで作り上げた完璧なデザイン。牢獄の名作。この信じがたい
脱出不可能な牢獄を。ここから脱出する術を何度も考えた。でも見つからなかった。お前以外に。奴らを殺さずに抜け出す方法があったなら、お前を放たずに済む方法だ。だが自分史上最高の名作は破れなかった。そして太古の動物的な部分が次第に俺の脳を支配したのだ。彼女が危篤となった時に私をせかした衝動、彼女が病気になった時一睡もできなかった。建築家は断念し、父が引き継いだ。お前が何を考えているか知っているぞ。愛と狂気には微妙な境界線がある。そのうちわかる。先に行け。すぐ追いつく。俺は彼女が好きさ。俺にとても似てる。頭が良くて計画的。1から10で表すなら11ってとこ。彼女は12と言うだろうが。スキャン開始。敵は武器を装着。グラフェン複合サーベル自動レーザー照準。範囲200メートル。能力最大。心拍数 8BPM。 最大速度毎時 73km。 構造的欠陥なし。DNA を分析中。エラー、DNA 不明。覚えておけ。彼女にとって全てはゲームだ。負ける選択肢のないゲーム。10メートル。5メートル。4 3 2 1。これであなたは私のもの。やっちまいな。これは本番よ。あなたのやり方いいわね。
ておようと言わんと突撃。戦闘を研究したら、あなたの動き、能力、すべてお見通し。ほら、かかってきなさい。
次のレベルへ。私のゲームだから悔しかった。彼女のゲームで負かしたぞ。ま、彼女はズルしてたんだが。彼女は俺の計画をどうするつもりだったんだろう。成功の確率はどれくらいだったのか。でも俺らは確率論に頼るようなことはしない。心にあるものを信じて、チャンスにかけるんだ。
何もできず待つだけの永遠があるとしたら何をする？せかせかする？夢を見る？それともパニックを起こす？あいつは鍛えた。お前とのこの戦いこそがあいつの全てだ。この戦いこそがあいつの生きがいだ。あいつの技の体得、運命の実現、そして全てのナンセンス。他に何も意味がないことにどうして夢中になれるんだ。ここにとどまり仕事を終えようと頑張ってきた。もう何年。忘れられないことは何だと思う。彼女の笑い声。随分と時間がかかったな。ここまでたどり着けないんじゃないかと心配したぞ。今日は私の大事な日だ。私はこの時をずっと待ちわびていた。見せてやろう。君には素質がある。力を出し切れ。君の輝きを見せつけろ。私の動きを素早く読んでいるな。私の動きをどれほど読めるか。
見事。君は自分が思う以上の力を戦いの間私についてくれ。おいおい、記憶に残るものを見せてくれ。そこから学べるものをより強くなるために。倒すのは不可能な相手だと。集中するのだ。卓越とは慣れだとやつ。学んだことを披露しよう。私の動きを素早く読んでいるな。私の動きをどれほど読めるか。君は自分が思う以上の力を戦いの間私について。おいおい、記憶に残るものを見せてくれ。そこから学べるものをより強くなるために。信じられない、素晴らしい。今のはまるで魔法だ。おそらくあいつは最強のガーディアンだった。お前がいなければ成し得なかった。
これは温かい歓迎だな。彼女みたいなガーディアンのせいでここは嫌われてるんだ。なぜ彼女を仲間にした？一体何人を犠牲にするつもりだったんだ？勘違いするな、彼女も犠牲者だ。彼女は自信過剰、世界を救うことを夢見る理想を追い求める子供。最後のウェーブは私に、私は最後まで立ってるとさ。彼女は素人、目先のことしか考えないただのバカ。無駄の長物。でも騙されるな、彼女は危険だ。楽に倒せる相手ならばここにいるはずはない。彼女は信用ならず手堅い。お前を止めるつもりなんだ、永遠に。さあ、これが最後に。看守が来る。看守を殺せば自由に。期待してたのと違う。それは死よりもひどい運命。
は何者なの？なぜここにいるの？なぜこんなことを？ここにいたかった。他にどこへ行くって？ここなら力を発揮することができるもの。私は仲間たちみんなの期待を背負っているの。そう、仲間の自由のために戦うの。その代償を払う覚悟はある。でもわからない。私たちはとても似ている。お前は怪物。撤退して、お願い。手を握って。友よ、これで終わりだ。厳しい道のりだった。でも彼女で最後だ。やっとだ。あの扉を抜けよう。このために今まで戦ってきたのだ。初めてここに降り立ったあの時のお前とはもう違う。戦う価値があるかどうか、人はそれぞれ見極めていかなくてはならない。
今ならわかるだろ。俺のことをイカれてると思ってるか、理解してくれてるか。お前が唯一のチャンスだった。変わってくれると願ってた。お前は変わった。もうどうでもいいが。問題は、これからどうするかだ。
ライダー確保。戦闘プラン再開。ターゲット惑星に関する報告を見てみましょう。惑星レポートをアップロード。結果不十分。手動確認。惑星動向を確認せよ。警告、武器を解除せよ。ライダーに異常発生。セキュリティシステムアクティベート。ライダーに無効化を実行。ライダー、あなたは変わってしまった。なぜ？私たちはいつだってあなたの味方なのに、なぜ？あなたのミッションは重要だった。私たちの存続がかかっていたのよ。
私たちと戦って何の得になるというのです。彼らがあなたを迎えてくれるとでも。彼らにとってあなたは部外者、脅威の対象なのです。なぜ彼らの世界の方が私たちの世界よりも重要なのです。あなたの特徴は極めて異質です。自分勝手、傲慢。ライダーとは私たちの意志で行動すべきもの。あなたは勝者ではなく、裏切り者として戻ってきた。私たちを破壊してまで赤の他人の世界を救おうとするのですか。どうしてそんなに壊れてしまったのか。あなたは裏切り者。もはや選択肢はないのです。あなたを抹殺します。
今回は救えるかもしれない。でもその後、それは最悪の妄想。己を信じればひどく後悔することになるでしょう。